ヤールツェボの紋章、ヤールツェボは、ロシアのスモレンスク州中央部にある都市。ドニエプル川右岸の支流ボップ川沿いに位置し、州都スモレンスクからは北東へ63キロメートルほど。モスクワスモレンスク間の鉄道の沿線、および、ロシア連邦高速道路 M1 の沿線にある。人口は、2002年全ロシア国勢調査で52,617人。 アパートが立ち並ぶヤールツェボの市街風景ヤールツェボの縄1779年に記録に書出する。1859年には、この地にはヤールツェボペレボーズという村が存在した。1870年から1871年にかけて鉄道が開通し、1873年にはモスクワの実業家が綿化・面製品工場を建てたことにより工場長として、 急速に発展した。さらに、石鹸工場、レンガ工場、製材所、鋳物工場などが立ち並んだ。一方で、労働問題も起こり、1880年9月に起きた職工たちのストライキは、当時のロシア帝国で最大の労働葬議となった。1926年には、ヤールツェブは、周囲の産業集落を併合し、死の地位を得た。第二次世界大戦では、 1941年7月19日、第一次スモレンスクの戦いの過程で戦場となった。一次はソビエト赤軍が奪還し、何度かの争奪の後にドイツ軍の前に陥落、市街地は完全に破壊された。ドイツの占領は1943年まで続いた。第2次スモレンスクの戦いの最中の1943年9月19日、ヤルツェボはついに ソ連が奪還した。ヤールゼボには1915年に建てられたセーペテロパウロ聖堂がある。第二次世界大戦で反壊したが、1986年から1995年にかけての修復の後に再開した。ソ連崩壊後、さらに新たな聖堂も建設されている。1975年には歴史博物館が建てられ、 20世紀の地方史を中心とした展示が行われている。市内最大の企業である木綿コンビナートの他には、夜勤工場、機械工場、建材工場などが建っている。ありがとうございます。